おはようっていうか、もう昼だ。今ちょうど1、2、3、4っていう12時34分、はい、に来ました。まあ午前中ね、またちょっと家のね、用事っていうか、まあ DIY っていうか、まあベニヤ板をね、切り出してるんでね。それでまあ午後から、夕方もね、ちょっと早めに帰って続きをする予定になっています。はい、で今日はね、ちょっと テストを、まあ、F16 とレックスは、まあ、今日じゃなくてもいいんですけどね、こちらの、ね、依頼品の修理上がり、フォルツァの、ね、450をテストフライトですね。テストフライトと、であと空飛ぶ車、もうなんかこの名前ちょっとダサいよね。空飛ぶ車というか、まあ、フライングカーって言ってもね、まあ、フライングカーも単に英語にしただけだから、もしあれなんですけど、うん、はい、とりあえずそれの、テストして、あとはね、本当いろいろバタバタなんですけどね、K110 と S、両方ね、こちら両方なんですけど、こちらは一応あれ、ペラ変えて、モーター変えて、それの、テストフライト。で、こちらはね、まあ、一応修理した、この前したやつ。で、電池をね、600mAの分、600mAあ、毎時か。毎時？ん？ちゃうな。なんだっけ。まあいいや。まあ、それをね、電池、これにね、なんかの、多分ドローンのなんかのバッテリーかな、 600mAで、 C は変えてないね。変えてないや。変えてないから多分 10C とか 20C とかじゃないかな。はい、まあそういうことで、これなんで、バッテリー、あ、そうだ、バッテリーもちょっと充電してるかどうかもちょっと把握してないんでね。これ、あら、あの充電チェッカーどこ行ったかな。54。うん、充電だ。はい、そういうことでね、バッタバッタしてます。中の蓄電池、動作させての。で、充電器が、これ、なんかなんだろう。これはコンバーターかな。これがね、調子スイッチ悪いんだろうな、調子が。ほんでもって、2200、2番目の2200だから、一応まあ1C 充電 2.2A の3セルですよね。123の3セルリポ充電。よし。本当はね、バランスコネクタも繋いだ方がいいんですけどね。バランスコネクタのあれが、切れやすくて、今、ついてない状態なんですよね。はい。んで、あとね、一応ペラ、フライングカーのね、ペラ作ったやつなんですけど、もうこれ今ちっちゃいタイプ。最初つけてたんですけどね、もう一個の方をちょっと拡大したやつが、この中のね、スペーサー、これとくっつけるためにね、今、ねじ込みでもくっつけて、瞬間でね、つけて、まあ、夜にしたんで、つけたままなんですよ。で、本当ならこっちから試したいんですけど、もうちょっと今日時間ないんで、もう直接、大きい方から、やっていこうと思います。あとはね、まあ、一応 M2 のバッテリーもね、充電してきたんですけどね、まあ、する暇があればのことなんですけど。んでもって、これ、充電したよな。ちょっか。これは夕べしたからね。フライングカーの、98。この前、雨の時にね、飛ばした時の残量が60数%あったんで、多分まあまあの、どうだろう、3分飛ばんよね、こんだけモーターがあるんだから。
飛べばいい方よね、ある意味。はい、じゃあこれから行くか。今ちょっと2機飛んでるんでね、今1機結構横風受けて斜めで降りてきてんな。すごいな、あれ。おお。はい、ちゅうことでこれはどれでしたっけな、確か18で設定したと思う。はい、じゃあちょっとここでやるか。ここでね、邪魔にならないと。ただこれね、フロント側がどっちが前か後ろかわからなくなったんでね。101、これでいいんかな。はい。で、サーボもね、まだ完璧にね、固定されてないんで、ちょっとね、ふにゃふにゃっていうか、だが逃げるっていうか。はい。で、エレベーター、あー、前、ほら。向こう側は全然動いてないね。なんでだろう。あ、そうか、これは今本当に動いたらいけない状態か。はい、これで両方動くようになりましてるんですけど、ちょっとね、やっぱしね、これニュートラルずってんな。どこでずってんだろうな。サーボが向こうに行ってんだろうな、多分これ。こういうのがあるからね、ちょっとあんましよろしくないんだな。サーボマウントちゃんと作らないとあれなんで。前、後ろ、ラダー。ラダーはこういうふうにね、ひねるようになってます。一応。はい。で、エレベーターダウンで前に行くんで、向こうが前ですね。配線の多い方が前になります。はい。本当はキャノピーつけた方がね、一番わかりやすいんですけどね。いいかな。はい、個人的に行きます。いいかね。ちょっと録画、確認、録画されてなかったらダメ、大泣きですね。はい、行きましょう。左右 OK、 行きます。かねなぁ。あー、もうフルスロットル。うん、フルスロットルでお金な。草がやばいことになってるな。おかしいね。二つの時は、浮いたのに、四つになって全く浮かないな。向き間違ってないよね。うん、全部下に風行ってんの。全部風下に行ってんのに浮かねえな。なんでだ？おっと、電話か。ちょっと待ってない。なんで電話かかってくるのかな、こういう時にね。ちょっと。はい。まあ、今電話あったんですけどね。まあ、ちょっと買い物ね、忘れてないかっていうことでね。まあ、忘れてたんですけどね。どうしようかな。全然ダメだな、これ。どうしよう。浮かねえや。重さ的にはね、どうだろうな。ペットボトル2リッターのペットボトル1本分ぐらいの重さかな。でもパワー的にはいけるはずなんですけど、おかしいね。全部同時に回り出してるから別にスロットルキャリブは先でいった正気。浮かねえな。どうしようかな。ああ、ちょっと浮いたかな。一気に行くと、でもほとんどフルスロットルだもんね。草がすごいね。ちょっと草の少ないところ行こうか。もう一気に行くしかないか。参ったな。これで飛ばなかったら、未来系のね、分もちょっと考えてたけど、あれもちょっと厳しいかな。うん、あー、やべえな、ここは。うん、ちょっと浮いたけど。ちょっと石ころがすごいな。ん？誰？それ？それなんかゴミやね。それは知らない。もうゴミやか。ん？どれ？草やろ？うん、草はもうどうしようもね。
すぐどうせかぶるし。よいしょ。一気にやれば多少浮くけど、本当ならハーフで浮かないとね、余裕がないと意味ないんだよな、これ。うん、左に倒れる感じだな。っていうか、左前がちょっと、ニュートラルズってんじゃないの？うん。すごい吸い込むな。うん。参ったな。やっぱなんかおかしいよね、これ。ここがなんかな、なんでだ？これがずってんのか、サーボが。サーボがずってんだ。両面がちょっと、もう弱ってるな。参った。浮かない。ちょっと、これダメかな。いけるか。ワットメーターでね、ちょっとね、電流測ってみるか。よいしょ。ワットメーター一応ね、最大の分をね、記憶するタイプなんでね。まあ、今更っていう感じなんですけど、入りが悪い。ん？どうなってんだ、これ。OK。15.88V って、容量大、どうなんでしょう。あれ？残量チェック。もう一気に4個分の電池効くから、73、OK。いけるかね。はい、行きましょう。これで1個が30アンペアのアンプなんでね、それを超えなければ、だから、120アンペアか全部で。うん、くるくる回るね。多分ペラ数が違うのもちょっと原因してるんかな。左回りだから、どうだろう。この前は右回りしてたんかな、ちょっとわからんの。今の分でちょっと電流。最大、どれかな。137アンペア。ん？ 130？ 137.8 アンペア使ってんね。最大1744ワット。これリポに良くないような気がする。大丈夫かな。リポがね、4セルの2200なんですよね。35C。ちょっと今すぐに計算はちょっとできないんですけど、まあバッテリーはね、まあぬるいぐらい。まあそう、ずっと回してるわけじゃないから、あれだけど。ね、すごいな。アンペアが 137.8 か。後でちょっと計算します。今ちょっとわかんないじゃん。とりあえず、浮くけど、浮くっていうか、まあ、ちょっと浮くけど回るっていうね。あまし、想定なら、余裕で、もう、ある意味、25% でね、浮くような予定だったんですけど、ちょっとそれじゃあ、済まないっぽい。かといって、これバッテリー大きくすると、重くなるから、なおさらのような気もするんですけどね。かといってもこれ以上軽量って難しいよね。配線は軽量できるけど、このね、フレームっていうか、これ以上軽くはできない気がするんだよな。ですね、ちょっと考えもんだ。はい、まあ、とにかく考えてみます。もしかするとあれかな、関係ないよね。この配線がね、ちょっと細い、まあ、あり合わせなんでね、細いんですよ。これがね、何やったっけな、14やった気がするんだよな。
だからね、ちょっと細いのはちょっと気にしてたんですけど、今これしかないしね。本当ならこっちの太いタイプ、10、これ14か。あ、14ってことはこっちもっと細いな。これ何ぼだ ?18?18 かなこれ。18だと思う。うん。そんだけ細いんでね。確か30アンペアそこそこだった気が、30あったかな ?26 ぐらいだったかな。まあ、データシートっていうかな、あれに、ね、書いてたんですけど、まあ、それなら完全にこれオーバーしてますもんね。何番だ ?137 でしょ、もう30、1個30アンペア軽く超えてるもんね。はい、そういうことで、うん、ちょっと、後々ちょっと考えてみます。とりあえず、ちょっと浮いた。けど回る。ということで、はい、以上になります。